が写真とかそういうのをパッてたくさん使ったんですけど、そういう、うん、こうコンピューター式ない感じの画像を今回たくさん盛り込みたくって、うん、そういうのを楽しんでもらえたらいいと思ってます。なんか壁紙とかいろんなパーツとかそういうのをそうフリッカーとかツイッターとかいろいろそういうところでなぜいろいろ楽しんでもらえたらいいなと思って作りました。もともと携帯のコンテンツとかの仕事も結構やってたん で自分の作ったグラフィックが誰かの端末で使用されるっていうこと自体はすごい面白いなと思ってて、で今回しかもそれがなんかユーザーによって組み替えられるっていうこのタッチでのがすごい楽しいなと思って、で最後になんかこうシグネーチャーとかメッセージとかをそのグラフィックの中に入れるのができればいいかなと思って、まあ、フォントも入れてそういう風になんか遊んでもらえたらいいし、なんかちょっとさっき話したんですけど、なんか子供とかがそのアルファベットを覚えるときにそういうのを絵の中で遊びながら覚えたりとかするようなこととかもなんかもっとできたら面白いかなとか。壁紙って結構やっぱピクセルの表現とかってすごい相性がいいので、デモを見た時に結構やっぱりすごくこうならではな動きをするソフトだったので、すごくそれはそれで面白いなとは思ったんですけど、ちょっともうちょっとこう縛りを強くしてみて、あのその中で楽しめるみたいな感じのことを提案してみたら意外とすごくあの柔軟に対応してもらえたので、そういう感じの、 あの壁紙ってなんだけどペイント的に描けるみたいな感じの、結構そういうのってやっぱりならではな、 iPad のアプリケーションでならではだと思うし、なんかそういうノリのものができると思うので、あのその辺をで楽しくお絵描きして壁紙を作るみたいな感じのに仕上がると、それを楽しんでもらえればいいなと思ってます。やっぱりその共有っていうことをすごく意識して作っていて、何か自分でこう作ったものをこう思わず人に見せたくなるっていう行為をしてもらいたいくて割とデザインしたので、例えばそれが人の顔だったり、私こんな変な顔作ったっていうことを他の友達にもこう見せたり、あなたの顔をイメージしたとか、キャラクターを作ったとか、うん、それが今回の iPad ですごくできるので、やっぱ共有ということはすごく意識しました。あと僕の場合はあの設定を設けていて、デザイン your face だとかデザイン your キャラクターだとか、うん、それってあのなんかエンターテインメントってことを考えた時に、あの0から1をの作業って結構あのその生みの苦しみというか割としんどい作業だと思うんですけど、1から100とかってなると結構楽しくなってくるので、やっぱりエンターテインメントってなった時に0からではなくて1から何かもうことが始まっている状態から携わるっていうことが一つちょっとあるんじゃないかなと思って、それであの設定というものを設けました。Thank you.
葉が結構ワードが入ってるんで、あの単語単語でその人の気分によってこう、もう本当にシンプルなグラフィックしか入れてないんで、あのやっぱ触った人がそれをいっぱい触ってこう組み合わせて遊べるっていう風に作っているんで、あの、まあ、言葉だったりいろんなシンプルなグラフィックをこう合わせて、あの、まあ、テーマ的には T シャツのこうバックグラウンドの中に、あのその僕が作ったグラフィックをこう並べて T シャツを作るっていう、あえてバックグラウンドの、バックグラウンドミュージックは入れてないんですけど、その代わりあの鍵盤に見立てたこう三角のグラフィックがあって、それがいろんな種類があって、それに、まあ、ピアノの鍵盤自体もこう白の場所は 8個あるっていう感じで、その中にこうドラムループとか入れてたり、音階のついた音とかを入れてるんで、あのもうそこも一緒にこうやる人がこう作っていけるっていう音楽も、まあ本当に簡単な感じなんだけどまあそういう感じで適当に遊んでくれれば嬉しいですね。多分僕がこういつも作ってる作品のバランス感覚とはまた見たこともないものが多分作ってくる人もたくさんいると思うし、そう、逆にそういう僕が全く知らない子供から大人までの人たちが僕っていうツールを使ってどういう表現をしてくるのかにすごく興味がある。本当になんかとんでもないことやってくるようなやつが絶対いるはずだから、それが多分一番多分面白いことが起きるんじゃないかなと思う。